ドミトリー・ドミトレンコ。15番ドミトリー・ドミトレンコさん、ウクライナ。ウクライナ、ドミトリー・ドミトレンコは、彼は4回転をやるとすればサルコー。さあその演技が見られるかどうか。まずトリプルアクセル着氷失敗、ダブルトルッツです。あーっと2回転、慎重にループ3回戦立ちました。フリップの曲はショスタコービッチのガール&フーリガン。このアクセルは立ちました。トリプルサルコーからコンビネーションダブルトー。まだあります。時間は4分30秒。トリプルトー、軸がきちっとしています。
独創的な表現力、ウクライナドミトリー・ドミトレンコ。コミカルさと、そしてステップの難しさ、また楽しさを伝えます、表現しますドミトレンコ。4回転のサルコーには、今日は挑みませんでしたが、立ち上がりのジャンプの失敗が、途中で取り返すという、このあたりがベテランらしい気持ちの切り替えです。トリプルアクセル、3回転のサルコーからそのまま勢いをつけてダブルループという形になりましたが、もうしかし体は 3.5 回転といいましょうか、4回転近く回っているという状況になっていますが、本当に男子はたくさんの選手が4回転に挑むという時代になってきています。ミネビッチコーチとの一言二言話が出ていますが、確かにこのドミトレンコ、大きな1メートル74センチ64キロにしてはもっとその手足をいっぱいに見せての演技というのが彼の特徴です。もともとはロシア、現在はウクライナ代表ということになります。ウクライナといえばザゴロドニュークと、トップの座を争うことになっているわけです。さあ得点は半分が5点台。しかし思うように得点は伸びていきません。プレゼンテーションは幾分評価が上がりました。ドミトレンコ4位、トップはアメリカワイス、2位デンマークケレセン、そしてウクライナザゴロドニュークが3位、ホンダ7位田村。